ゆったんです。今日は富士屋さんに来ました。富士屋さん外観びっくりしました。 初富士屋。はい、初です。すごい植物がいっぱい、ね、いい感じ、嬉しいですね。でこれは、うん、ここのここはホットケーキが、うん、あ、そうなんですか。パンケーキではなくホットケーキ。ホットケーキ、うん、なるほど。オッケー、じゃあ行きましょう。いいですね。ホットケーキね。レトロオブレトロ。レトロオブレトロですね、うん、こっちはね、めっちゃロケーションもいいですね。超かわいいじゃないですか。うわ、見て、うん、こう注意だね、こうサボテン、サボテン注意。でそっち側だったら多分刺さってたからね。メニューはこのようになってます。やっぱりでもホットケーキが有名みたいなんで、ホットケーキ食べたいな。小倉でもいいですね。やっぱこういうとこのクリームソーダとかいいですよね。最高。私ホットケーキ食べたい、うん、普通ノーマル、ノーマルで。カレー来ました。美味しそう。このお皿も可愛いですよね。グリーンピースが入ってます。と、私ラッキョウめっちゃ好き、うん、あ、先っぽがとがっちょるやつ。とがっちょる、うん、いただきます。ご飯が結構しっとりタイプや。いただきます。おいしい。あとじゃがいもがめっちゃホロホロ、うん、辛いけどおいしいです。ちょい辛、ちょい辛ぐらいですね。全然みんな皆さん食べれるぐらいの、うん、うん、おいしいです。来ました。来ました。ホットケーキ。まん丸で美味しそう。ね、まあ、パンケーキではなく、うん、もうまるっきりホットケーキ。これはホットケーキですね。いただきましょう。これどう食べるのが正解？バターを のせの。シロップ正しいのやない。うまくできんかったの、うん、はい。何が正解かも分からんしね、まあ、そうですね。ちょっと悩みながらやっちゃいましたから、ちょっと迷いが出ました、うん、やっぱ迷いが出たら人間よくないね。わ、ふわふわ、こんな感じです。いただきます。うん、意外としっかりしててめちゃくちゃ美味しいです。美味しい。なんでも流行りのふわふわっていうよりかは固めの、うん、まさにホットケーキ。ホットケーキですね。これは美味しい。この素敵な空間で美味しいホットケーキを食べるっていう最高の景色でございます。贅沢ですね。側が美味しいんですよ、側が。ああ、カリカリのところ。わかる。美味しいです。ありがとうございます。右です。時間がゆっくり流れてる感じがします。そう、マジです。いいな。ちょっと待って、
何今の今のポーズ。ごちそうさまでした。いやー、よかったですね。よかったですか。すごい時間がゆっくり流れてる感じがしましたね、うん、確かに家具とかもアンティークですよね、うん、すごい可愛かった。カフェというよりは純喫茶ですね。ホットケーキもすごい美味しかったです。なんか単純に見えてなく結構複雑な味がした、うん、私は思いました。なるほど、うん、美味しかったです。まんまるでね、めちゃくちゃ、うん、あとフェルトの、あ、見たんですか、荒木さん。見たよ、見た。無視されたって思った。いや、知ってるよ、それは。あ、そうなんです、ね、うん、なんか喋っとんなと思った。恥ずかしい。お越しの際はぜひ見つけてく、見てください。めっちゃ噛んでしまった。フェルトのパンケーキ。フェルトのパンケーキ。ホットケーキですよ。ホットケーキ、確かに。失礼しました。失礼しました。はい。はい、ということで。はい。では、今日の動画はここまでです。チャンネル登録と高評価、お願いします。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。